はいはい、どうもペンギンです。激闘忍者対戦4実況プレイ続きやっていきます。任務表はあったかな。前回インドアはなんか嫌われるというか、あんまりいいように思われないっていう風になんかこう経験上あるんですけど、なんでかそのインドアは疲れないんですね。それお前毎日面白いかえってよく言われるんですよ。毎日面白いからインドアになってるんですけど、面白くないものはそれはね無理にやることはないので。かかし先生連打むずいな。 UAB とかあるかな。前 A とかあるんだ。下 A はそうだし、勝負あり。畑かかし、まあその僕が今20代前半で、先輩とか上司とかってなると大体30代後半40代ぐらいなんですね。まあ結構比較的若い職場というか、まあ若い人らが多いんですけど、その人らから見るとなんかあんまり理解できないらしいですね。その今の人らやったら楽しみっつか、まあ、特にお酒も飲まないですし、タバコも吸わないですし、ギャンブルもしないので、どこでお金使ってんねんってよく言われるんですよね。どこでお金使ってんねんって言われても、一人暮らしやったら家賃払わないし、生活費いるし、正直そんなに余裕ないんですよね。まあ作ろうと思えば作れんこともないですけど、こう内向的というか、あんまりその積極的にお金を使うっていう感じではないんですよね。でまあまあその先輩方の武勇伝というか、こう聞くと夜な夜な遊びに行きよったとかね。それでもまあ楽しけりゃいいんですけど、僕の場合そうじゃないので、まあ仕事をやってってなったら、そのの仕事ありきの生活なので、仕事中心で動いていかんと確実に迷惑かけるのでね、本当に。いざ尋常に一本目始め。まあ夜は早く帰って早く寝て次の日に備えてっていう、正直言って当たり前のことっちゃ当たり前のことなんですけど、大体寝る時間がね、僕何時、6時じゃないですか、9時、早かったら9時、遅くても11時には寝てるので、なのでもう本当に夕方の6時ぐらいからはどこにも行かずにテレビ見たりゲームしたりっていうような生活なんですよね。まあ遊びに行ってっていうのもありですけど、あの
遊びに行く先がないんですよね。めっちゃ田舎なんで、遊びに行くって、まあ町まで出ていくとしても1時間から1時間半ぐらいかかるんですよ、車で。その遊べるところまでってなったら1時間半もかけてですよ。 2,3 時間しかおらんのにっていうのが、なんかもう本当にアホらしく感じてくるんですよね。なんでこの田舎に住みようよ、わざわざ一人暮らししてって思うぐらいの田舎なんですよね。なんか本当に都会に住みたかったなってすっげえ今思いますけどね。まだ新幹線とかねあったらね遊びに行きやすいんですよね。なんか本当にいろんなこと考えると今ここに住んでることがアホらしく感じてくるんですよね。勝負あり。畑かかし。まだまだ修行が足りない。だって今って大阪から東京まで行くのに2時間あったら新幹線で行けるらしいじゃないですか。2時間あっても2時間ですよ。1時間かけて町の中心部にまでかかるのに2時間かけたってたかだか知れてるんですよね。隣の県に行けるぐらいっていうね。2時間かけてやっとこさ田舎から田舎へ移動するっていうだけの時間が大阪とかやったら東京まで行けるっていうね。だったらなんかもう週末とか、まあ、1日休みでも2時間で大阪から東京行けるとしたら、まあその8時に新幹線乗ったとしてもお昼前の10時ぐらいに東京着いて、で遊んで5時ぐらいまで遊んだとしてですよ、夕方早めに帰ろうかってなって5時ぐらいに、まあ、新幹線乗ったとしたら夜の7時、まあそっからゆっくりしたとしても9時までには帰ってこれるじゃないですか。なんかもうその規模というか遊べる内容にあまりにもその違いがありすぎて、出ていくことに対してものすごいなんかもうね希望がないんですよ。遊びに出ていくっていうことに対しての希望がないので、結局家の中で YouTube 見たりテレビ見たりって、 YouTube もテレビもその都会だろうが田舎だろうが関係ないじゃないですか。インターネットさえあればいいので、そういうの考えてしまうと本当に外に出て遊びに行きたくなくなるんですよね。で僕正直その人付き合いというか人と話しするのってすごい苦手で、僕の勝手な考えですけど、勝手な考え多すぎるんかな。人って自分のことしか考えてないじゃないですか。まあ、僕も自分のこと大好きというか、まあ、自分優先というか、なんかこう自分さえ良ければっていう考えを持ってるんですけど、なんか必要ない人に対して興味がなさすぎるというか、当たり前っちゃ当たり前なんですけど、こっちがどんなに相手の反応を求めても相手がこっちに対して興味がなかったら望み通りの反応はしてくれないわけじゃないですか。あぶねー、割り込めた。要するに、まあ、LINE などメールなどを送って返事欲しいなっていう時に既読スルーされて怒って、まあ、そういう考えですよね。知らんがねって話なんですけど、既読スルーなんて、まあ、人間の傲慢の塊ですよね。既読スルーっていう言葉が出てる時点で自分勝手にしか考えてないじゃないですか。
メッセージ送ってんやから返事してこいやみたいな。知らんがねって話なんですよ。メールなんか送ったら送りっぱなしで相手が呼んだかどうかなんて分かんないわけじゃないですか。返事が来たら、あ、呼んでくれたんだなっていう。返事が来て初めて分かるものであって、まあもともとその既読機能っていうのは、震災が起きた時に安否確認のために、その、あ、呼んでくれたってことは無事なんだなって、返事する間はないけど呼んでくれたっていうその安心感のためにこうある素晴らしい機能のはずなんですけど、なんか返事が来んからっていじめの対象になったりとかって、あったまおかしいでしょ本当に。あれなんかこう本当に自分勝手にしか人間考えてないですよね。もうちょっとこう冷静になってさ、こう違う角度から物事を見たら素晴らしいものやのに、自分の中の勝手な考えでしか考えないような人間がですよ、既読スルーであいつは気に入らんとかっていうのが、もう本当にもうなんかもう希望がないんですよね、そういうの考えると。もうちょっとさ冷静になって考えるっていうの、なんかこうむしゃくしゃしてて、あいついじめて気持ちをなんかこう発散するというか、うさばらしというか、そんなもん人に向かってすんなよって話なんですけど、どっか別のところで発散してこいよって話なんですよね。そういうのとかも考えていくと、本当に僕はもう人が好きじゃないというか苦手なんですよね。なんかみんながみんなそうじゃないとは思うんですよ。優しい人もいればこう人思いとか、まあ思いやりの深い人もいるでしょうし、ひどい人らばっかりやとは思わないんですけど、なんかどうしてもそういう風にしか見えなくなってくる時が時々あるので、何なんでしょうね。まあ正直僕自身も結構自分勝手なので、なんか人間って自分に似た人を嫌うらしいですね。自分と似た人間をなんかこう嫌いに思って邪険に扱うというか、なんかそういうのがあるらしいので、なんか自分自身結構自分勝手なんで、自分勝手な人間が嫌い、要するに自分の嫌いな人間は自分の一気写し、鏡写しであるっていう風に考えるのが妥当なんかなっていうことで、なんか僕は結局自分勝手なんだなって。勝手な人間ですよ僕も。返事めんどくさいなって思いますしね、適当に返事するときはやりますし、よっしゃ、危ねえ。畑かかし。確かに今、人間しっかり向き合って一人一人と話し合うなんて無理っちゃ無理なんですけどね。物理的に多分無理なんでしょうね。ナルトを操作してサバイバルで10人抜き10人抜きか。じゃあサクッと行こうかな。ナルトが久しぶりやね。いざ尋常に1本目始め。それはなぜインドアは
嫌われるとか、なんかそのよく思われないのかっていうね、その今と昔とでは多分その人のあれが違うんでしょうね、その価値観というか考え方が。人と話をするっていうことが楽しいっていうか感覚の人だと、なんかインターネット SNS の方が楽しいわっていう人の考え方で、 SNS とかやったらネットさえあれば全然大丈夫なので、わざわざ外に出ていかなくてもいいじゃないですか。家でできることなので、家でできることをわざわざ先に出てやることはないので、まあそういうことで必然的にインドアになって、で人が好きっていう人はまあどっか外出て行って食べに行ってとか居酒屋とか行って、で人となんか知らない人と話したりとかっていうのが好きな人は、まあ、外に出ていくでしょうし、世代にもよりますよね、多分ジェネレーションギャップってやつですけど。いざ尋常に一本目始め。やがって、ここまでか、勝負あり、渦巻きナルト。いやまあ正直人ナルトの実況プレイした方がいいよね、多分ね。3回目ぐらいかな、これ第3回目ぐらい、ずーっと僕の愚痴をひたすらに喋ってるだけなんですけど、どうもね、人は信用できんっていうのもね、あるんですよね。勝負あり、渦巻きナルト。それは、なんでしょうね、食べ物の好き嫌いと同じような感じ。好きなものは好んで手を伸ばすけど、嫌いなものには手は伸ばさない。要するに嫌いな人には話しかけもしないですし、興味もないですし、連絡先も聞こうとはしないですけど、好きな人に対してはこう仲良くなりたいとかっていうのを考えるっていうか、なんていうんですかね、僕の考えが多分浅すぎるんですけど、人間もっといいところあると思うんですよね。そこに僕はまだ気づけてないので、正直人間はあまり好きじゃないんですよね。ここだよ、勝負あり、渦巻きナルト。いざ尋常に一本目始め。かかったら行け、赤丸。勝負あり、渦巻きナルト。要するにどんな趣味があってもですね、その趣味に対して否定をしてはいけないんですよ。こういう考えの人もいるんだなっていうふうに見てあげることが多分正解やと思います。じゃあ任務成功、これ終わって大丈夫だね。うん、いざ尋常に一本目始め。よし、あ
おめでとう。好きなモードを選んでね。じゃあもう一個ぐらい任務やって、何か新しい任務があるのか、あまり難しくない。ガーラを操作してタイムアタック15分以内か。よしよし、ガーラは使い込んでるんで多分大丈夫でしょう。いざ尋常に一本目始め。でもちょっと私事なんですけど、だいたい僕実況プレイ撮るってなったら1日1時間、まあ、2本撮りぐらいなんですね。30分30分で2本撮りぐらいで、だいたい夜の寝る前とかにやるんですけど、2本目の最後の方って全然ろれつ回ってないんですよね。まあ、もともと滑舌悪いですし、そのボキャブラリーもないので、あれなんですけど、なんかそれがあまりにもひどいんですよね、最後の方。動画の最後の方とか、ろれつ回ってねえし、なんか声も眠たそうだしっていう、最悪の状態で実況やってるんですよね。なんかそういうのってあんまりお届けしたくないなって、お届けしたくないんですけど、収録はしていかんといかんので、なんか判定変わったんやな、ね、後ろからの攻撃に対して判定がない。あ、でもゲームするってなったらやっぱりもう仕事から帰って寝る前とか休みの日の朝昼ぐらいなんですよね。でもまあ休みって言ってもそんなに取れるわけじゃないので、まあ基本的に仕事から帰って寝る前とかになるので、更新頻度も落ちますし、それだけか。勝負あり。まあ疲れて帰ってきてって言ったらあれですけど、仕事から帰ってきたんで、そのベストなコンディションでもないので、まあ少々変なこと言ったりもしますけどね。気になろう。失敗した。カーラって BB できたっけ。つながらんね。ワンテンポあるわ。一本大したことないな。いざ尋常に2本目それだけ始め。すえ、まだまだ消えろ。それだけか。まだまだ消えろ。どうした柳の舞。強いな。慣れんつうか、こう知らん敵はやっぱりこう慣れない相手っていうのが一番強いですよね。立ち振る舞い、立ち回りか、立ち回りを知らない敵は一番強いんですよね。どんな攻撃してくるかって分かってたら対策ができるんですけど、分からないのでやっぱり情報アドバンテージっていうのがでかいですよね。
知らないっていうことがどれだけ怖いことかっていうのがね、なんかこう大人になってきて少しずつ分かるんですけど、子供の頃やったらね、知らなくてもまあいうね、許される感じとかあるんですけど、大人になると知らないじゃ通らん時が多いというか、知らないじゃ済まされないことがほとんどなんですよね。仕事やっててもこれどうなってるんだってなって分かりませんじゃダメなんですよね。ちゃんと把握してて分かってて管理というか知っとかんといかんっていう情報っていうのはそういうもんなんでしょうね、多分。大したことないな。いざ尋常に2本目始め。今収録、今12月の10日今日13か13日なんですけど、めっちゃ寒いっす。まあ言うて気温何度、10何度とか、最低気温が1桁9度8度か9度ぐらいなんですけど、めっちゃくちゃ寒いっす。暖房器具はこたつだけで、基本的に家の中でコートって言われることもないですけど、ジャンパーみたいなの着てます。なんかうち代々そのあれつけないんですよ、ヒーターっていうかストーブか、ストーブをつけずにこたつプラス上着を着込む、もまさに出かけるんじゃないかっていうか、出かけられるぐらいの、すぐにでも出かけられるぐらいの、なんていうの、そのままの状態で出かけられるぐらいの防寒着でこたつに入ってるんですよね。15分以内やってね、余裕じゃね、まだ5分来てないし。で8戦目か。君まで苦戦したものの結構時間は余裕があるみたいですね。君まろか、君まろ、悲しいやつやったなあいつは。吐くよりも悲しかったな、最後というか。大したことないな。いざ尋常に。それだけか。2本目始め。まだ吐くの方がドラマがありましたから、背景があったので、ね、思い入れとかも強いんですけど、君まろに関しては思い入れないですからね。オロチマルのために、オロチマルのためにっていう。背景しかなかったので、あんまり感情移入できなかったんですよね。能力とかはすごい素晴らしかったんですけど、感情移入できなかったっていうのが君ならの残念なところですね。それだけか。ガード硬いな。で、つい先々月ぐらいにスマホを買って、何回か言ってるんですけど、スマホ買って LINE というものを初めて入れてはみたんですけど、正直使い方分かんなくて、メッセージの送信の仕方とか、画像の送信の仕方とか分かるんですけど、友達追加の仕方が分からんくて、
LINE 始めたよって言って、そのずっとメールやったんですよね。2016年秋まではずっとメールで友達とやり取りしてて、でまあそのメールやってた友達に LINE 始めたよって言って ID 送っても、なんか検索せんかったとか検索できんかったとかヒットせんかったみたいなことがあって、なんかどうやったら教えられるんやろうってすごい今悩んでるんですよね。 QR コード送ったらいいんでしょうけど、 QR コード送ってもスマホの画面上に出てくる QR コードじゃ QR コード読めないじゃないですか。スマホのカメラに QR コードを入れないと、カメラモードというか、まあ、カメラで認識させないと QR コードっていうのは読めないじゃないですか。画像として表示されている内容を QR コードで読み、 QR コードとして読み込むってことが今現在できないので、でその友達はスマホしかその持ってないと思うんですよ。パソコンがないので、 QR コードをパソコンに表示することができたら、表示されたパソコンの QR コードをスマホの QR コードを読み取る機能にしてやったら多分登録はできるんでしょうけど、何なんですかね、使い勝手悪いっす。結局メールでいいじゃん。でメールやったらあれなんですよね、その、まあ、例えばドコモと契約したらドコモ回線、なんか外では外出先ではドコモ回線やけど家帰ってきたら Wi-Fi 回線で、 Wi-Fi 回線にしてるとメールが届かんとか、これ理屈はわかるんですよ。インターネット回線とドコモ回線でそのメールをやり取りしてる回線が違うので、Wi-Fi 状態やとメールが届かないっていうのは理解できるんですよね。で実際 Wi-Fi 使った方がその通信料もかからないしお得っていうのも理解できるんですよ。この程度か。あにゃだ、へくった。お、水木先生。河原のボイス。メールってなくなるんですかね、どうなんでしょうね。とりあえず、メールは残しとってほしい。LINE ね。登録するまでがめんどくさいんですよね、本当に。登録をしてくれないと、やり取りができない。そのメールアドレスだけを知って、でれば連絡が取れるっていうのじゃないので、 LINE の場合はメールアドレス、すなわち LINE ID ですよね。 ID を知ったからといって検索してヒットするわけじゃないみたいなので僕の方の設定が悪いんかな。そうでもないよな。友達追加とか多分できるようにしてるんですけど、まあ、早い話が直接あって QR コードこれって自分で見せて登録させるのが一番やとは思うんですけど、正直会う間もないので、会う間がないというか、おそらく相手は僕と会いたくないので、会いたくないにもかかわらず LINE の交換をしたがるっていうね、それもちょっと理解できないなっていう僕の愚痴です。はい、なんかミッション今日3つぐらいできたね。よかったよかった。まあ唐突ですけど、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ここ最近ずっと愚痴ばっかりですけど、よかったら続きも見てください。ペンギンでした。